皆さん、こんにちは。皆さんには推しの声優がいますか？今や声優で見る作品を決めるほど声優は重要になっています。また職業としても注目されており、目指している若者も多いようです。様々な声色を使い分ける声の俳優である声優という職業、演じる役柄によって声色を変えてはいるものの、元の声が個性的なことからすぐに誰の声か分かってしまう声優も少なくありません。そこで今回は、個性的ですぐ誰か分かってしまう女性声優について探ってみました。個性的ですぐ誰か分かっちゃう女性声優ランキングトップ20をご紹介します。20位は野戸真美子さんです。君に届けの黒沼沢子役をはじめ、なんか今日はずっと一緒にいたから別れがたいね、地獄少女のエンマ愛役など、人気作品のキャラクターを多く演じています。闇に惑いし哀れな影よ、人を傷つけ貶めて一遍死んでみる。また声優と並行して女優、ナレーター、歌手としても活躍しています。野戸真美子の特徴が、ウィスパーボイスや癒し声と評される柔らかな声質です。ですます口調のおとなしいキャラを担当することが多いですが、犬夜叉のリンのような天真爛漫で幼い少女や、殺生丸様から届いた記事で二人に仕立ててみたの、ああ女神様の三島さよ子といった高飛車な女性キャラも担当しました。ごめんなさい、その日はお父様と戦場パーティーに呼ばれているの。19位は田村ゆかりさんです。魔法少女リリカルなのはの高町なのは役をはじめ、アクセルシューター弾幕集中シューッと、日暮らしの泣く頃にのフルデリカ役など、昨日の夜何か悪いことをしましたか、人気作品のキャラクターを多く演じています。高校卒業後に企業で OL として働く傍ら、養成所に入所し声優デビューを果たしました。デビュー当時は歌手としての仕事が多めでしたが、ラジオドラママクロスジェネレーションを機に本格的に声優としての活動を開始します。演じる役柄としては可愛い少女が有名ですが、キャラに合わせてドスの効いた声やクールな女性声を使い分けることも可能です。現在も多数のアニメゲームに出演するほか、歌手やラジオパーソナリティとして活躍しています。一番人気なキャラが日暮らしの泣く頃にのフルデリカ役です。日暮らしの泣く頃にのヒロインキャラの一人、フルデリカちゃんのですニパッなど可愛すぎるセリフに癒されていた視聴者は多数。リカちゃんの二面性も田村さんは巧みに演じています。サトコや羽生など他の美少女キャラとの掛け合いも好評です。18位は堀江由衣さんです。物語シリーズの羽川翼役をはじめ、何でもは知らないわよ、知ってることだっけ、ドッグデイズのミルヒオーレーフビスコッティ役など、ありがとうございます、人気作品のキャラクターを多く演じています。産経ニュースの本間英史さんは、堀江さんの声を透明感のある美しい声質が特徴としていますが、2016年のインタビューにおいて本人はすごく普通と考えているといい、コンプレックスであると語っています。グレープ編集部も堀江さんを透明感がある可愛らしい声が特徴的とし、まっすぐな女性だけでなく二面性のある女性を演じることもできるため活躍の幅が広いと評しています。17位は皆口優子さんです。やわらの猪熊やわら役をはじめ、普通の女の子になりたいの私、みんなと同じように、ドラゴンボールのビーデル、パン役など、ご飯くん私はどうなってんのよ、人気作品のキャラクターを多く演じています。声優ナレーターとしてはアニメ、ドラマ、洋画、ゲーム、テレビ等出演多数であり、パーソナリティとしても多数のラジオ番組にも出演しています。皆口優子さんは何といってもキュートボイス、ドラゴンボールではビーデルや娘のパンを演じていますが、初登場時のビーデルはとびっきり可愛かったです。鳥山作品の女性キャラクターらしく、
気が強く負けん気あふれる女の子ですが、そのキャラクター性と声がベストマッチしていました。途中からけなげな女の子らしさも顔を出しますが、魅力は一切損なわれることはありませんでした。16位はクジラさんです。代表作はおそ松さんの松よ。うるさいわニートたち、何やってるの。銀魂の落とせ、おめえも早く病院行ってこいバーカ。ナルトのオロチマルなどです。永遠の命って何かわかるイタチ君。女性としては低めでしゃがれたような声質が特徴的で、中年から老年の女性や少年の役を担当することが多く、吹き替えでは黒人女性を担当する機会が多いです。モブキャラを含め数々の作品で元気で豪快なおばちゃんキャラを数多く演じてきており、出演作などでもおばさん、主婦、〇〇の母親といった役名が多く見られます。一方でナルトのオロチマルのようなお姉口調の男性や、弾丸論破の大神桜のような、いい度胸だ、覚悟するがいい、落ち着きのある渋い役柄を担当することもあります。ちなみに大神桜は声質的に縁がないと思われていた女子高生キャラであり、今までにない役柄ということで本人も喜んでいたそうです。15位は平野綾さんです。鈴宮春日の憂鬱の鈴宮春日役をはじめ、私正直ツンデレって理解できないんだけど、デスノートンの天音美沙役など人気作品のキャラクターを演じています。こんばんは、天音美沙と申します。様々なタイプのキャラクターの声を演じ分けることができ、ラキスタでは主人公泉コナタの他に、ねえつかさ、チョココロネってどこから食べる？ゲストの鈴宮春日、クレヨンしんちゃんの野原しんのすけのモノマネなども、鏡の魅力にまた一つ気づいただけだぞ。アニメ内で演じているほか、テレビアニメラキスタエンディングテーマ集ある日のカラオケボックスに収録されている歌には、一曲の中で泉コナタの声とそれとは違う声を使い分けている様子が収録されています。声優になるまでの基礎をきちんと学んでいなかったことから、レギュラーの仕事が増えても声優としての自信がいつまでも持てなかったそうです。また短期留学した際にはボイストレーニングの先生には、ニューヨークに一人でレッスンに来ていることの意味がわかると言われ、自分に対してのハードルが高すぎたことに気づき、自分を褒めることも大切なのだと学んだそうです。14位はパクロミさんです。鋼の錬金術師のエドワード・エルリック役をはじめ、無事だったか！エンビーが化けたりしてねえよな。進撃の巨人のハンジゾエ役など、なぜ壁の中に巨人がいるんですか？そしてなぜあなた方はそれを黙っていたんですか？人気作品のキャラクターを多く演じています。舞台でも声優でも老若男女幅広い役を演じています。アニメではティーンエイジの少年役に起用されることが多いです。吹き替えではヒラリー・スワンク、ミシェル・ロドリゲス、ヘレナ・ボナム・カーター、ルーシー・リューなどが持ち役。ナレーションでは金曜ロードショーでサッシャのパートナーとしてナレーターを担当しています。これまで様々な作品で少年役を演じていますが、少年役であっても大人の女性役であっても役に対するスタンスは変わらず、演じるからにはとにかく役と一緒になりたい、自分の全てを出し切りたいと語っています。もし違いがあるとしたら、少年役は心が隠せないことで、少年は気持ち、思いが前面に出てくる気がするそうです。男の子役を演じる時の発声を変えるという考えが嫌いで、どう男の子役をやるかという葛藤があったんだとか。ターン A ガンダムから続き、鋼の錬金術師のエドワード・エルリック役で自分の中で納得がいくようになってきたそうです。13位は釘宮理恵さんです。銀魂の神楽役をはじめ、私たちのコンビネーション技見せてあげようよ、ソウ君。呪術廻戦、西宮桃役など、知ってるよ、撃ったら走るんでしょ。人気作品のキャラクターを多く演じています。
デビュー当初から声質を生かして幼年から10代の少女役を主に演じています。後に十二国旗の大旗。戻りましょう。ここは嫌です。鋼の錬金術師シリーズのアルフォンス・ウェルリックといった。嫌なんだよ。目の前で人が死んでいく、嫌なんだ。少年役にも起用されたことで演技の幅を広げ、さまざまなキャラクターを担当するようになっていきました。ゼロの使い魔シリーズのルイズや、やります、やらせてください、ハヤテのごとくシリーズの三千院凪など。これさえクリアすれば、ハヤテは私の執事に戻ってこられるのだ。ツンデレ系ヒロインを複数の作品で担当しているほか、ワンセグテレビ、セグニティ、ツンデレカルタ、無限プチプチプチ萌えといったツンデレ萌えの要素を持つ商品に起用されるなど、ツンデレの女王という異名もあります。特に少女キャラクターを演じる場合の釘宮理恵さんの声には独特の愛嬌と依存性があるとされており、その声に愛着を感じたファンの挙動などは釘宮理恵さんに対する支持を表す釘宮病というネットスラングで形容されることが多いです。役作りは原作がある場合は原作を読み、セリフをその場で口にしながらしているそうです。これは重要なセリフだなと思ったところは、納得するまでしっくりくる喋り方を探し、ぴったりくる場所を探すそうです。12位は水木奈々さんです。魔法少女リリカルなのはのフェイトテスタロッサ役など、まだ子供だからちょっと心配なんだけどね。人気作品のキャラクターを多く演じています。数々のヒロイン役をこなし、実力派声優として活躍し続けています。また歌手としても人気を集め、アニソン界の歌姫の異名を誇っています。安定感のある歌声で奏でられる楽曲の数々や圧倒的なライブパフォーマンスで多くのファンを魅了しています。演じるキャラクターは主に少女から女性で、時には少年の声も演じています。役柄としては気弱でおとなしい女性、活発で型破りな女性、クールな女性、二面性のあるキャラクター、人格そのものが異なる同一のキャラクターなど、さまざまな声を演じています。シスタープリンセスのアリア役では、こんばんは、ニーヤ、アリアなの。自身の裏声を用いて演技をこなしました。次期地位は沢城みゆきさんです。ルパン三世の峰藤子役をはじめ、お相手様、私が先にいただくわ。鬼滅の刃の抱き役など、私を嫌わないで、叱らないで、一人にしないで、人気作品のキャラクターを多く演じています。みゆきちの愛称で親しまれ、多彩なキャラクターを演じてきた沢城みゆきさん。当時中学生だった1999年に新人声優オーディションで審査員特別賞を受賞し、演技経験のないままキャラクター企画デジキャラットで声優デビューしました。その後も第一線で活躍し続け、カ物語やソードアートオンライン2といった数々の話題作でキャラクターを演じてきました。声優アワードで主演女優賞を4度受賞したほか、報道ステーションや桜井有吉ザヤ会といった人気番組のナレーションも務めており、アニメファン以外にも身近な存在になっています。役柄としては可愛らしい少女役から青年役まで様々な声色を持っています。 Go! プリンセスプリキュアでは、ワルの王女トワイライト、ブラックプリンセスとその洗脳が解けてプリキュアとへ覚醒した紅嬢とはキュアスカーレットを演じています。闇を払い、夢を照らす、希望の炎。以前ゲストキャラクターとして出演した二人はプリキュアマックスハートの時にはデジキャラットニョなどにも出演していたことから、打倒プリキュアの気持ちで出演したことがあるのと、前述の曽我町子への敬愛もあり悪役として出演を希望していましたが、年齢も若いことからプリキュア役のオーディションを受けており、今回トワイライトも演じることで一時的ではあるものの、まずプリキュアを倒すという気持ちから入れたのは
長年の思いが叶ったと喜びを語っています。英語が堪能でありストリートファイター4にてイギリス人キャラクターのキャの声を演じた際には英語吹き替え版制作のために沢城さんが演じた日本語版のボイスを参考用に海外に持っていき英語吹き替えを担当する声優に聞いてもらっていたところその場に居合わせた現場の音響監督が勘違いしまだ演技を始めなくていいと英語版の担当声優に注意してしまったと語られています。担当するキャラクターが決まると描かれてはいないキャラクターの日常生活から考えていくアプローチをしているそうです。10位は大谷育恵さんです。ポケットモンスターのピカチュウ役をはじめピカチュウビーワンピースのトニーチョッパー役などだって俺はトナカイだ角だってひづめだってあるし人気作品のキャラクターを多く演じています。声優としては多くのアニメを担当するほかガイが吹き替えゲーム作品も数多く務めています。元気な少年役に定評がある一方で元気な少女おとなしい可憐な少女役もこなします。演じる上で気をつけていることは演じようと思わないことであり演じようと思うと真似になってしまうためそのキャラクターになりきった時に体と心から何が出てくるんだろうと考えるようにしているそうです。そうでないといくらセリフをスラスラ喋っても全部嘘になってしまい簡単にできることではないと思いいつもそれが完璧にできていますと言い切れないくらい難しいがそうなれるように心がけていると話しています。今では様々な作品に出演できるようになり中には10年以上の付き合いになるキャラクターもいますが1回ごとにそのキャラクターと向き合って演じることだけを念頭に置いており特に何か思うことはないそうです。もし最初からこの作品は15年続く予定なのでそのつもりで演じてくださいと言われたところどうしようと考えていたかもしれないといい同じキャラクターを演じる上で慣れてしまわないように気をつけているそうです。キャラクター自身が新鮮に感じるものだったら新鮮に感じなくてはならないためこれについて知っているという知識経験を削除しピュアな気持ちで演じたいと語っています。子供の役を演じることが多いため年齢相応の大人として日常生活を送っていたところ演じる時の年齢的なギャップが大変なんだとか頭の中からいちいち削除するのが大変であるため無意識に経験値を削除した状態のまま日常生活を送り子供のような反応をしてしまうことがあるそうですが社会生活を送っている時には大人の反応をするように気をつけているそうです。2011年時点では無意識に人物を観察するようになり直接的に役に立っているわけではないですが役作りする上で手助けになっていると話しています。9位は三石琴乃さんです。美少女戦士セーラームーンの月のうさぎ役をはじめ月に変わってアシャキよ新世紀エヴァンゲリオンの葛城美里役など美里でいいわよ。あなたは人に褒められる立派なことをしたのよ。胸を張っていいわ。人気作品のキャラクターを多く演じています。三石琴乃さんがブレイクするきっかけになった美少女戦士セーラームーンシリーズの月のうさぎセーラームーンが最も人気なキャラクターです。明るくもドジで泣き虫勉強もできないお調子者ですが数々の敵を前に勇敢であるというヒーロー像を表現していました。決め台詞の愛と正義のセーラー服美少女戦士セーラームーン月に代わってお仕置きよといったセリフを真似した女性も多かったのではないでしょうか。セーラームーンのメインキャラクターの水野亜美セーラーマーキュリー役で共演した久川彩さんはセーラームーンの最初のオーディションでは主人公の月のうさぎ役で受けておりアフレコスタジオ入りした際三石さんの演技を見て自分には絶対に真似できないと感嘆したと評価しています。8位は矢島明子さんです。アッコの愛称で知られる実力派ベテラン声優の矢島明子さんクレヨンしんちゃんの野原しんのすけの声を
オラが究極の焼きそばを作るでござんす。1992年4月放送開始から26年3ヶ月にわたって担当していたほか、ホームアローンシリーズやスターウォーズエピソード I のアナキン・スカイウォーカー、シックスセンスのコールなど子役の吹き替えを多く担当しています。クレヨンしんちゃんの野原しんのすけの演技と声は、1992年のアニメ開始当初は独特の抑揚がなく、発声自体もかなり高音でした。1993年頃を境に徐々に現在の声に変わっていきました。現在のような演技に変化した理由は、原作の作風の変化を受けてアニメも徐々に演技が変化していったからです。矢島さん自身も演技の変化に途中で気づき、大熊明音響監督に、1回目と今とでは全然違うんですけど大丈夫ですかと聞いたそうですが、大丈夫ですと軽く言われたので、そういうものなのかと思うようにしたそうです。なお初期から存在するしんのすけの特徴的な笑い方は、矢島さんの弟を真似しているそうです。七井は金田智子さんです。アズマンが大王の三浜千代役をはじめ、私はバットがありますよ、お尻かじり虫のお尻かじり虫十八世役など、急げ急げ、人気作品のキャラクターを多く演じています。地声は子供のような特徴のある声で、取材などでは声質について触れられることが多いそうです。主に幼女少女役を担当することが多い金田さん、非常に笑い上手で明るい性格の持ち主です。天然な性格と奇怪な言動に人気があり、バラエティ番組などへの顔出し出演も多いですが、突拍子もない発言を繰り返し、後にそれらの言動は金友地獄とも評されています。日本テレビの深夜バラエティ番組中井の窓では、無駄に明るい人たちの一人として登場しました。6位は日高のり子さんです。タッチの朝倉みなみ役をはじめ、うん、それじゃ監督頑張ってくださいね、隣のトトロの日下部さつき役など人気作品のキャラクターを多く演じています。国民的ヒロインから少年役まで幅広く演じるベテラン声優です。マルチに活動しており、同じく声優の山崎若菜さん、松井直子さんと共にアイドルユニットバックドロップを結成しています。日高さんが演じた中で一番人気なキャラが犬夜叉の桔梗です。どうです具合は、奥で休んでもらいましょう。ヒロインの恋敵役ですが、日高さんが演じることで強くしなやかで美しい女性というキャラクターの魅力がより鮮明に引き出されました。全員に歓迎されるキャラクターではないはずなのに、どこか寂しげで優しい声は桔梗そのものです。桔梗の声は日高さんにしか演じられないと言われています。5位は林原めぐみさんです。新世紀エヴァンゲリオンの綾波玲役をはじめ、碇くんと一緒にいるとポカポカする、ポケットモンスターの武蔵役など、なんだかんだと言われたら世界の破壊を防ぐため愛と真実のアクアスラルズ、人気作品のキャラクターを多く演じています。デビュー以来長年にわたり人気声優として多彩な分野で活躍しており、第三次声優ブームの源流かつ最も代表的な人物です。特に歌手活動においては、声優がレコード会社と専属契約をする先駆けとなり、本格的かつ継続的な活動を初めて行ったことで声優アーティストの礎を築きました。ファンのみならずスタッフや同業者からの評価も非常に高く、著名な人物が関わる作品に活動早期から重用されています。ポケットモンスターでは脚本家の須藤剛さんがブログ内で、武蔵の声が林原めぐみさんで決まるなら後の役の声優は誰でもいいよと思わず口走ってしまったぐらいですと述べており、主要キャスト決定オーディションで意見が通ったのは林原さんだけだったそうです。このほかコラム内では、ようこそようこのメインキャストには田中秀幸音響監督の推薦があったことや、ミンキーモモ
では林原めぐみさんが海桃として望みうるベストの声だと堀越徹プロデューサーが言ってくれたということなども語られています。4位は田中真由美さんです。ワンピースのモンキー・D・ルフィ役をはじめ。俺は海賊王になる男だ。ドラゴンボールのクリリン役など。うまく逃げるんだ。絶対ゼルに吸収されないでくれ、頼む。人気作品のキャラクターを多く演じています。現在でも女優が本業であり舞台に立つことが多いですが、男児のような低めの声を生かしアニメなどで声優業の仕事を精力的に行っている一方で、クイズ、ヘキサゴンなどナレーションの仕事も多くこなしています。代表作では熱血、元気な少年を演じることが多く、少年役以外にも声優デビューとなった激走ルーベンカイザーでは社長令嬢の高木涼子、桜大戦では男勝りで姉御タイプの桐島環奈。あ、隊長か。実はさ、本を探してるんだ。ボノボノでも少年ちゃんなどといった。なぜならこの土団子、この土団子はお姉ちゃんがいるところに必ず落ちているのです。女性キャラクターの役も稀に演じることがあります。3位は高山みなみさんです。名探偵コナンの江戸川コナン役をはじめ。江戸川コナン探偵さ。魔女の宅急便の聞き役など人気作品のキャラクターを多く演じています。名探偵コナンの江戸川コナンでおなじみの高山みなみさん、少年のあどけなさが感じられる高めの声から知性が感じられる低めの声まで多くの声色を使い分けています。彼女は20年以上コナン役を演じていることから幅広い世代の人が彼女の声を認識しており、聞くとすぐに彼女の声だとわかるようです。主演作では元気な少年役や姉御肌の女性役が多いですが、他にも少女、腹黒い女性、冷酷で陰険な性格の敵役などいろいろな役柄をこなしています。また魔女の宅急便、獣王星、クッキングパパなど同一作品内で複数の声を担当する一人二役を演じることもあります。天空のエスカフローネにおいては一人三役を演じています。また野原美咲の親友の本田恵子役としてもともと出演していたクレヨンしんちゃん内で名探偵コナンのパロディである名探偵コシンを行った際、たった一つの真実見抜く、見た目は5歳、頭も5歳、お尻は臭い、名探偵コシン。名探偵コナンの真似をする本田恵子という高度な演技も披露し話題となりました。2位は野沢雅子さんです。大人気アニメドラゴンボールシリーズの主人公孫悟空の声優で、ベジータ、プライドの高いおめえが強くなりてえだけであんな奴に支配されたっていうのか。おなじみのベテラン声優野沢雅子さん、ドラゴンボールシリーズでは孫悟空のほか息子のご飯、御殿など一人何役も演じています。明るさとユーモア、力強さが感じられ、独特のイントネーションを持つ彼女の声、長年ドラゴンボールって彼女の声を聞いているだけに耳にするとすぐに野沢雅子だと分かる人が多いようです。日本を代表する声優の一人ですが、もともとは俳優でした。松竹の女優だったおばの勧めで幼少の頃から子役として映画に出演、高校卒業後は舞台女優として活動しながら声優としてラジオドラマや洋画吹き替えの仕事を経験し、1963年放送開始の日本初の本格的連続テレビアニメ「鉄腕アトム」にも参加。少年役の声を女性が務めるスタイルを確立し、テレビアニメ「ゲゲゲの鬼太郎」の鬼太郎役で初めて主人公を担当、数々の国民的キャラクターの声を務めています。さあグズグズはしてられないってよ、ネズミ男早く飛び乗れ。17年1月にはドラゴンボールゲーム版の出演歴に対して一つのビデオゲームのキャラクターを最も長い期間演じた声優、ビデオゲームの声優として活動した期間の長さの
2部門でギネス世界記録に認定されました。1位は大山信代さんです。誰もが知る国民的人気アニメドラえもんにて、どうしたの、のび太くん。ドラえもん役を26年間担当してきた大山信代さん。一般的なアニメキャラクターに多い可愛らしい声色ではなく、低くしゃがれた声で演じた彼女のドラえもんはインパクト大。僕、ドラえもんのフレーズを真似したことがある人も多いのではないでしょうか。また2010年には弾丸論破にて、どういうつもりなの、僕に逆らおうなんてさ。マスコットキャラクターであるモノクマを演じたことでも話題になりました。長年演じてきたドラえもんの影響からか、彼女特有のハスキーボイスは多くの人の印象に残っており、モノクマの声を聞いてすぐに大山信代が演じていると分かった人が多いようです。声優としてはアニメ黎明期より活躍、ウヒヒッともウフフともつかない独特の節回しの笑い声が印象的と評されました。ドラえもん以外の作品では少年役が多く、ハスキーな声でやんちゃな喋り方が特徴的で、ベランメイク調も多用しました。座右の銘は私はパイプになりたい。これは言い伝えやことわざなど先人たちから受け継いだ良いものたちを次の世代に渡していく役割になりたいという思いからだそうです。料理研究家としても活動し、多くの著書を発表。中でも大山信代の面白思考は136万部のミリオンセラーを記録しました。2022年2月、フジテレビ系で放送されたバラエティ番組これが定番、世代別ベストアニメエンタメジェネレーションでは、世代別で好きな声優がアンケート集計され、大山さんが昭和世代の部で1位となりました。いかがでしたか。今回は個性的ですぐ分かっちゃう女性声優ランキングトップ20をご紹介しました。特徴的な声は生まれ持ったものであり、誰にでも真似できるものではありません。才能の一つとも言えますね。今後の声優の活躍にも目が離せません。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけると嬉しいです。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。